本日のお客様はロカーレアーシャさんです。拍手。ロカーレアーシャさん、いらっしゃいませ。まずは自己紹介ということでね、いくつか質問させていただきます。ロカーレというのはどういう意味なんですか？ロカーレというのはイタリア語でみんなが集まる場所、おじいちゃんとかおばあちゃんとかがこう楽しく集まれるような場所という意味です。あ、そうですか。ロカーレアーシャさん、お生まれは2012年平成24年2月27日月曜日です。もう律儀に誕生日の曜日まで覚えてるんですね。盛岡店がオープンしました。おー、そうですか。拍手。ロカーレアーシャさん、お住まいは？郵便番号 020-0023 岩手県盛岡市内丸 4-14。 あ、そうですか。アクセスするにはどうしたらいいですかね？電話とファックスが 019-601-6323。 あ、そうですか。これロカーレアーシャさんのお宅っていうのは、ずっとロカーレアーシャさんのお宅だったんですかね？韓国料理店クッカの跡地です。ああ、そうですか。なかなかこの外観の感じはとても黄色を基調とした、ね、素敵な感じになってますね。ありがとうございます。このロカーレアーシャさんなんですけれども、お席どのくらいあるんですかね？合計34席ぐらいあります。予備の椅子もあります。1階が14席とカウンターが4席あるんですけど、それが2つあります。2階は12席あります。あ、そうですか。見させていただいたところは1階がテーブル席が多くてですね、2階は座敷みたいな感じでこう座ってあぐらなんかかいてね、こうちょっとなんかビールなんか飲めるような感じですね。あ、営業時間はランチタイムが11時から15時、ラストオーダーは14時です。あ、そうですか。ディナータイムは17時から21時、ラストオーダーは21時です。あ、ラストオーダーっていうのこう LO って書いていることも多いんですけどね、私こう LO っていうのがそのラストオーダーの略字っていうの知らなかったんですけれども。定休日は日曜日です。あ、無視ですか。予約があれば日曜でも営業します。あ、そうですか。いや、働き者なんですね、ロカーレアーシャさん。まあ、どんなお料理があるんでしょうね。ピザもありますし、ケーキも出しますし、パスタは生パスタです。よろしくお願いします。ああ、そうですか。すごくね、いろんな花に囲まれてね、ロカーレアーシャさん綺麗ですよ。またですね、別の機会にお料理なんかも紹介していけたらいいなーって思いますけれども、ここでですね、ちょっとアクセスできるホームページですね、お友達の鈴子さんがね、作っていたみたいなんで、ちょっとね、読んでみますね。ニフティのサイトみたいなんですけれどもね、そのトップページ言いますね。http://富士鈴子.cocolog-nifty.com でございます。富士鈴子はですね、fujisuzuko.cocologですから cocolog-nifty.com ですね。こちらにアクセスしていただくと、ロカーレアー社の写真付き開店情報だとか、盛岡までの行き方ですとか、まあお料理一覧なんかが見られますので、皆様どうぞご覧になっていただいただけじゃなくって、食べにいらしてくださいね。